おっす、新極新会の緑です。これから日本選手団の練習の模様が放送されます。選手は覚悟を持って死に気になって稽古をしています。ぜひとも皆さんの応援が必要です。一人でも多く武蔵野森体育館に選手の皆さんの応援に来てください。照りつける太陽に灼熱の拳、せいやせいや汗が飛ぶ、苦しみ貫く男の意地を、視力を尽くし今を研ぐ、空手の道に命を懸けて、心身錬磨の荒波を、胸ぐら突き刺し一撃再建、己を叩いて明日を行け。新極新新極新新極新の風が吹く。オス新極新会宮崎中央道場野村コナです。世界大会では自分の持っている力を全て出し切って日本代表として貢献できるように全てを尽くします。宮崎からたくさんの応援、そしてサポートしてくださる全ての方々に結果で恩返しができるように、世界大会で全てを出し切ります。おし流れる涙と血潮が弾け、高く高く土を蹴る、若き獅子よ牙を剥き、ちぎれぬ絆で友を呼べ。水平線から日が昇る、幾多の痛みを解き放って、海に向かって息吹を吐けば、強き心に夢宿る。新極新新極新新極新の風が吹く。新極新会宮崎中央道場の鳥原隆です。世界大会ではたくさんの人たちが応援してくださっています。その方たちに恩返しできるよう全力で頑張りたいと思います。おっす新の風が吹く。新極新会宮崎中央道場鳥原です。今回南国宮崎から日本代表選手2名選ばれたこと、本当に光栄に思っています。そして選ばれただけではなく、この鳥原隆、野村ココナ、この2名がしっかり世界大会の地で活躍、そして結果を残せるように願っています。そしてまたこれからも選手育成に自分も貢献し、新極新会が最強だということを証明したいと思います。日本選手団、本当に頑張ってください。おし新極新新極新新極新の風が吹く。
皆さんの応援があれば選手は背中を押されて必ず日本王座死守また女子は奪還に向けて頑張ります。ぜひ皆さんの応援よろしくお願いします。おっす。